はい、おはようございます。炭酸性でのアンジです。今日も先導動画を見ていただき本当にありがとうございます。はい、今日はですね、このすごいでしょう、ここしか行かない、すごくないっていう話ですねお話ししたいと思います。道端アンジェリカさんがですね、こういう話をしていただきましたっていうですね、ちょっと動画をですね、少し、挟んで、この動画を配信してるんですけども、実際ですね、私のですね、炭酸生態をやってくださっている東京のですね、渋谷区の、小田倉先生がですね、先日ですね、真夜中商人という番組でですね、紹介していただいた、紹介してもらったんですけども、道端さんがですね、こういうテレビでですね、すごいでしょとかですね、ここしか行かないんだと、でこうすごくないかっていうことをですね、発信してくださったんですね。これはすごいですね、ありがたい話ですし、嬉しい話です。で、なぜかというとですね、整骨院とか整体院ってですね、たくさんあります。たくさんの中でですね、行く人、行きたい人がですね、迷って、たりとか、どこ行ったらいいかとかわからないとかですね、いろんなことでですね、選択肢がたくさんあるんですね。その中でですね、こういう有名人の方がですね、言えばすごいとかここしか行かないとかですね、言ってくださることによってですね、すごいその見込み客さんにですね、後押ししていただいてるんですね。こんなにですね、嬉しいことは僕は、ないということをですね、今日もお話したかったんですけども、もしですね、あなたも、こういうすごくない、すごいでしょとかですね、ここにしか行かないとかですね、言われてみたらどうかなと思うんですね。それも一般の方よりもですね、こう有名な形、まあ、いわば影響力の強い人ですね。影響力の強い人が言えば言うほどですね、あなたのお店の、やっぱ価値も上がります。当然のごとく。価値が上がるということはですね、そんだけ、ニーズが増えていくってことなんで、ぜひですね、あなたもその治療院経営、サロン経営されてるんだったらですね、こういうこともですね、ちょっと少しは頭に入れないと、こんだけですね、たくさんあるお店が、こう引き締め合ってる中でですね、あなたのお店を選んでくれるのはなかなかどん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 ですね、こう差がついていきますので、ぜひですね、こういうことも頭に入れておいてください。はい、まあ、こんな感じですね。今日は道端アンジェリカさんがですね、炭酸生態のことをすごいでしょって言っていただいたお話をしました。また次回お会いしましょう。さよなら。